私の行ってた学校がここなんです。前の家賃はいくらだった？一番最初に住んだ家の家賃は超ふわふわのトーマーだ。チャンネル登録お願いします。ファインディングへ。4月で台湾来て11年になりました。今日はですね、私が一番最初に台湾で生活していた町ダーン州にやってきています。お金持ちだね。なんでお金持ちなの？ダーン州高いもん。でも私なんでダーン州にしたかっていうと、一番最初に通ってた語学学校があったから。全然お金そんな稼いでない留学生の時にここに住んでたから、そんなにお金なかった。台湾に初めて来た時に住んだ団地をちょっとその時のことを振り返りながらいろいろ歩いていきたいと思います。懐かしいなあ。団地に住んでる人はお金持ちなの？イメージだと不動産が高いんだもんね。日本でいうとどこだっけ？渋谷区じゃない？渋谷、原宿、代々木も渋谷区だし、明治神宮とか代々木公園も緑もあるし、ショッピングとかそういう施設もいっぱいあるし、ここは私の通学路だったところ。朝ごはんとか昼ごはんによく買ってたものを紹介します。ウーセブ。はい、そうです。我要松花千层蛋。私が通ってた語学学校がこちら。みんなの先輩や。でも語学学校だけじゃなくて、ここ文化大学の所属のスクールだから、外国人だけじゃなくて台湾人の人もカルチャースクールみたいな感じで通ってらっしゃる方だった。ブー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 。ここではね、ボボボじゃなかった。中印じゃなくてピン印だった。そう、教科書にはボボボボ載ってるんだけど、先生はみんなピン印で教えてくれてた。だから中印はその後自分で勉強した。この語学学校の好きだったところ、それは横断歩道を渡るとここです。ダーン森林公園、ダーンパークがあって、ここの公園すっごい広いんだけど、学校と目と鼻の先ぐらいの近さだから、私は午前中に授業が終わってお昼になったらこんな感じで食べ物を買って公園のベンチで食べて、なんか宿題の続きを見たりとか中国語勉強するのを聞いたりとかしてました。家の庭じゃん。そう、ここ本当によく来てた。一人だったの？一人だった。その時はもう完全に一人、そんな友達もまだいないし、一番最初中国語を習得するまでは日本人の友達を作らないで決めてたんです。偉いじゃん。で、外国人の友達もさ、まだ言葉喋れないからそんなに話せないじゃん。だから本当に一人だった。そう、私台湾来る前はちょうど代々木に住んでて、代々木公園も近かったから似てるなって思いながら歩いてた。あ、勉強してる人はいるわ。そうそう、な感じ。生産が多い気がするね。若い人から年配の人までいろんな人歩いてるけど、なんかリスとかも結構いるし、すごい癒される公園の。ほらリス、超でかいリス。ほらリス超いっぱいいる。わかる？リスがね、すごいいっぱいいる。しかも超人懐っこい。全然怖がらない。さすが台湾のリスだわ。むしろなんか餌ちょうだいって。その当時は台湾に来たばっかりでさ、まだ仕事もしてないし、貯金を切り崩して学生やってるわけじゃない。だからすごい節約生活をしてて、見てこれで60元だよ。これで2食ぐらいいけるの。だから1食30元とかで生活してた。語学学校行かなくなって以来食べてなかったけど、ネギパン、ネギの香りがすごいするパン、ずっしりお腹にたまるパン、こういうネギパンとか買って、お水を自分で持って、ほら1食30元、100円、留学生。しかもその当時は台湾元が 2.5 円。あ、円高だったこと。その当時は超円高だった。じゃあお得だったじゃん。まあ今考えたらね、すごい差あるけど、でも当時はさ、ね、いつ仕事がちゃんと軌道に乗るかとか分かんないからさ、もうなるべく節約節約で生活してた。当時100万円を台湾に持ってきたら30万元、今は100万円を台湾に持ってきたら22万元しかない。その差はでかいね。しかも物価上がってるし、今の方が。あ、そうだ。前の家賃はいくらだった？一番最初に住んだ家の家賃は1万8000円だった。何ズボン？ワンルーム。本当にワンルーム。一番こだわったのがバスタブがあること。ワンルームでバスタブがある家ってほとんどないのだけど、どうしてもお風呂に浸かりたいじゃん、日本人って毎日。だからそれを条件に、しかも学校の周りで探したらさ、団地がさ、そんなさ物件価格が高い地域っていうのも知らないしさ、何も知らないで探してたんだけど、運よく見つかってそこに住んでた。
でも私東京に一人暮らししてた時全然もっと高かったから1万8000円でも OK かなって思ったけど、でも台湾人の友達に聞いたら1万8000円でも高い高いって言われた。当時5万円ぐらいでしょ。だから東京に一人暮らししてた人から考えると、うん、安い安いって思ったんだけど、確かにいろいろ探すと学生が住むワンルームとかだったら8000円ぐらいからあったんですよ。1万円とかからあったかな、まあ、学生は8000円から1万円。でも今はないよね。今もさ物件価格相当上がってるからね。団地は高いよ。団地でワンルーム探そうと思ったらいくらぐらいするんだろうね。大森林公園付きで、その当時は語学学校に通う以外だったら事務所には所属してたから、まあ、オーディションがあったら行って広告のオーディションを受けて受かったら広告の仕事をするみたいな感じだった。でもそんなね、いつあるか分かんないすごい不安定なお仕事だからさ、節約は必須だったよ。じゃあ団地をニューバイクで巡ろう。この久慈太郎の駅のあたりは文化大学のカルチャースクールとか、あと向こうには台湾大学もあるし、師範大学もその先にあったりとか、学生の街っていうイメージで、この通りは結構お買い得なお値段でお腹いっぱい食べれる料理のお店がたくさんあるところです。その当時はもうほぼ自炊してなくて、ほとんど外食だったから、この通りでほとんど食事してた。何でもあるの。台湾は自炊の方が高いんだもん。また2人3人とかなると違うと思うけど、一人暮らしの自炊は本当に高い。この路地は本当に学生さん向けの料理屋さん多いでしょ。100元台でめっちゃお腹いっぱいになる。料理の種類も超豊富だし、やっぱ学生街っていいよね。デザートもある、果物も売ってるし、あ、ここのね、水餃子が超美味しいの。これ超有名だ。うちのお父さんもよく買いに来てる。家で1個しかコンロないけど、水餃子は家でも作れるから、ニラとかパクチーとかトウモロコシ味があって、私はパクチー味が好き。ここからが国立台湾大学です。緑がいっぱいで素敵なキャンパスです。この校内もよく散歩してた。ここを通るときはちょっと台湾大学生徒気分を味わえる。久慈太郎の駅から台湾大学を抜けてやってきたこちらがゴンゴンという、これもまた学生の街です。本当に代々木公園に似てるね。ね、似てるよね。なんかちょっと雰囲気、広場があって。そうそう、ゴンゴンといえば神話城内。なんで神話城内なの。普通のタピオカミルクティーはタピオカとミルクティーじゃない。でもこれは黒糖で煮たタピオカにミルクが入ってるからティーが入ってないの。そういう違いがありまして、ここゴングアンの超有名なお店がこの場所にあったんだけど、そのお店はちょっと変わっちゃったみたい。飲んでみよう。飲んでみよう。久しぶりに食べた。私も久しぶりに。黒糖のコクがやっぱ美味しいわ。牛乳のミルクの味が濃厚に残るでしょ。ティーがないからさ。じゃあタピオカミルクだ。うん、黒糖がポイントなの。普通のタピオカは砂糖とかで煮てるけど、これ黒糖のコクがあるから。いただきます。このお店も老舗のお店だよね。もう40年ぐらいじゃない。私小学校から食べてるな。そうなの。私が来た11年前はもちろんありました。これはビーフンです。日本人も大好きな私の味。ビーフン美味しいよね。燻製にしてあるか、魚のすり身を揚げたやつ。これは夕ご飯の前、ちょっと小腹。おやつ。やっぱね、勉強してるとめっちゃお腹すくよね。びっくりするぐらいしかない。中国語一日中考えてる時のお腹のすき具合が本当にすごかった。文旦豆花、ここ超有名だよね。ここもすごい昔からあるんじゃない。懐かしい。行ってみよう。你好、ネイヨン。ここもう豆花しか売ってないから。すごい、40元になった。25元だった。豆花専門店。豆花と煮詰めたピーナッツ、そして氷。甘く味がついた氷。超ふわふわの豆花だ。いただきます。すごい口当たりもまろやかだし、大豆の味がしっかり凝っている豆花。香ばしい豆乳の味が濃い。ここ50年以上かな。
このピーナッツも柔らかく煮てあってさ、クロファーと一緒に食べるのが超絶品なの。でさ、これにタピオカとかさ、オーインとかさ、いっぱい入れるじゃん。でもここのは本当にピーナッツだけでいい。ちょうど4月で台湾に行って11年ということで、今日はその11年前に過ごした街を振り返ってみたんですけども、初心を忘れずにこれからも頑張っていこうと思いました。次の11年も頑張ろう。チャンネル登録お願いします。ファインディングへ。